ですね、はい、そうあれ結構いいんですよ、うん、鳥さんには、うん、近赤外線っていう赤い光が出てきてね、もともと人間ではね慢性疼痛、はい、首が痛いとか、はい、腰が痛いとか関節が痛い、はい、骨折など関節炎、はい、そういうところにあって血の巡りを良くして痛みを和らげる、はい、あと怪我とかね、はい、皮膚病とかね、口内炎とかね、そういうところに当ててやっぱり炎症を進める。でこういう子たちは呼吸器の機能も消化器の機能も落ちてるから、それで体全体に当てさせてもらって血の巡りが良くなればね、そう全体良くなってくるね。で私はね これ以外にね、がんの子に使おうと思ってこれ購入したんですよ。がんの子ってね手術できん子もいっぱいいるんですよ、はい、もうこれ手術無理だって。高齢だと体力的に小さすぎて無理とかありますよね。で、がんの子で、がんの治療ってさ、オペするかね、あの薬、抗がん剤薬を抑えるか、それからあと放射線、この3つなんですけど、どれもできん子って結構いるんですよ、ね、います、で、それで、がんのとこに温熱療法、温めてやる、がんをがんのところに42、3度に温めてやる、そうするとがん細胞が自殺する、それは熱に弱い、そう、アポトーシスって言うんですけど、自殺するとさそのまま死んでしぼんでいくから、破裂してだと飛び散るんだけ だけどアポトーシスを起こしてくれると結構がんの成長、ね、そうそう、がんの成長を抑えていくというかね、さめちゃくちゃ効く治療じゃないですよ、まあ、こっちは絶対効くんですよ、だけどそれもどれもできん子の場合にこれをねやらさせてもらってるんですよ。あんまこれもよかった、